中島とそして中村がいます。こんなに頼もしいこの武将がいるチームってのはそうたくさんはないわけですからね。まあ、そうですよね。あの1回2回攻めておきながら、はい、ライオンズがまだ1点しか取れてないわけですよね。味方がこう点数を取ってくれずにっていうゲームが多いですよね。まあ、だから市の数字をご紹介しましたように防御率 2.36 で10勝10敗ですからね。島村さん、はい、どうぞ。ライオンズ野手陣も全く同じことを言ってましてね。ああ岸投手の10敗は私たち我々の援護点がなかったんだと。今日はね、なんとか早めに援護したいということをね、野手何人も口にしてました。ああちょっと中島のバッティングも力んだのか、高めのボール球を振ってしまいました。三振でワンアウトです。先制のタイムリーを放った4番中村、高めのストレートを上から叩きました。島村さん、はい、どうぞ。まずその先制のタイムリーで援護点になりましたね。中村選手は淡々と先に点が取れてよかったですと話しています。ホームラン24本、ホームランダービーのトップです。少し早く感じてきましたよね。だから中村選手からすると1回打ったまっすぐとちょっと違うなってイメージだと思います。中村対決、投げるは中村勝、打つは中村拓也。カーブ、外は大きなカーブを振らせました。チェンジアップですかね。チェンジアップか。チェンジアップですね。フォークですね。フォークですね。だいぶどうでしょうか、中村勝の自分のペースをこう取り戻してませんかね。あのちょっと疲れっていうかね、はい、1回2回精神的に疲れたと思うんですよ。疲れた分逆に言うと体 の、 この力みみたいなのが取れたような気がしますね。はい、この回に関して言えば中島選手に対してのまっすぐ、中村選手に対してのまっすぐっていうのがちょっと差し込まれてますよね。5番ホセオーティス、ホームランが6本です。まあですから栗山監督としてはやっぱり斉藤佑樹投手にもっと上でしっかり投げてほしいというね、そういう願いはきっとあったかと思いますが、このところはずっと下に落としています。高めのボール球を振らせました。3番4番5番中島中村オーティス、主力3人を3連続三振に打ち取りました。ナイスピッチングの中村です。1対0とライオンズリードしています。